本物の野党ニュース、国民の生活が一番。山崎幸太郎チャンネルが報じました。政権奪取は山本太郎を主軸とする新しい野党連合で行えと。そこで僕が今思っていることは、小沢一郎が野田と会談したと。で、もう一回会談するっていう話が出来上がったそうですけども、僕はこの二人の野田にね、話をして、野田と話をつけてですね、野田ではダメだし、枝野でもダメだし、泉健太でもダメだと。岡田でもダメだと。じゃあどうするかといったときにですね、この野党連合をまとめ役としてね、一番接着剤としてね、大きな接着剤として、山本太郎を持ってくればいいと思うんですよ。山本太郎を中心にして、政界再編を、政界再編、つまり政権交代を目指すと。そういう方向に持っていくと、共産党も乗ってくるし、それから国民民主党も、それから、維新も、乗ってこざるを得ないような状況を作っていくことが大事だと思うんです。つまり維新と国民新党が自民党にくっつくっていうことは、はっきり言ってこれは自分たちの自滅につながるわけですよ。あ、やっぱりお前たちは自民党の別動隊だったのかと、自民党の補完勢力だったのかと思われちゃうと、この次の選挙に政党としてのね、資格を、ね、失うぐらいに壊滅的な状態になっていくと思うんですよ。昔社会党っていうのがあって、村山富市が総理大臣になったじゃないですか、連合自民党と連立組んで。でもそれやっていかにもさ、その村山さんは歴史に名を残したかもしれないし、社会党も、連立政権を組んで政権与党になったという輝かしい歴史を持ったけれども、その結果として社会とは壊滅的に打撃を受けたわけでしょ。僕は同じことが、国民民主党も、さて、野党をどのように糾合するか。消費税を含めた日本経済と財政の在り方、これが本物の野党の共闘の力点になりそうです。本物の野党の話、やっぱりすがすがしいです。